はいどうも、浮士です。UFC5 またやっていきたいと思います。今回もですね、朝倉海選手が、UFC とね正式に契約が、決定したということで、それを記念してですね、UFC で、実際ね朝倉海選手と、戦うところが見てみたい選手たちですね、対戦をしていこうというふうな形でやっております。前回ですね、ショーン・オマリー選手、バンタム級チャンピオンですね、戦うということでやってきたんですけれども、今回もですね、バンタム級ですね、実際には、朝倉海選手そうね、あのフライ級でやるんじゃないかっていう噂も出てますけど、というかほぼほぼそうなんじゃないかっていう風なね、ニュースなんかも出てたりするんですけど、まだわかりません。バンタム級ね、やっぱ見てみたい選手多いんですよね。なのでちょっと、バンタム級の選手ね、いくつかやっていこうかなと思うんですけれども、今回は、実際にですね、ちょっと噂が、出ているソン・ヤドン選手とですね、やっていこうかなというふうに思います。ソン・ヤドン選手というのはね、UFC バンタム級の現在、7位ですかね、ランカーの選手でございます。実際にですね、中国の、総合格闘家なんですけれども、ボクシングの強さがやっぱりすごくてですね、実際にこう試合映像とか見ても、ハンドスピードというかもう体ごと投げ出すようなこうオーバーハンドというか、そういったのでね、もう本当にこう衝撃的な KO を、作り出している選手なので、実際にこう朝倉海選手とやってもですね、非常にこう噛み合うんじゃないかなというふうに選手ですね。で実際に UFC で14戦やってるんですけども、3敗しかしてないです。あと1分けかな。なので本当にねベテランというか、もうキャリアとしてはね分の上の選手なんじゃないかなというふうに思います。トップ選手たちとねしのぎを削ってきた選手だというふうな形なんですけれども、そういう意味でアジア人の中でね最もバンタム級の中で活躍している選手なので、朝倉海選手とねアジア人最強をね決める決定戦という風な形で、実際にやってみたら面白いんじゃないかなっていう風に今噂されているという風な感じですね。でも本当試合になったら面白いですよね。間違いなく、ボクシングベースというかパンチでのね勝負っていう風になった時に朝倉海選手のね強さっていうのがまた出るでしょうし、体格的にも非常にこういい、形になるんじゃないかなという風に思います。間違いなく塩試合にはならないでしょうね。めちゃくちゃ好戦的なファイトスタイルなので、ソン・ヤドン選手ね、もう本当に真っ向勝負になるでしょうね。そういう意味では見てみたいなというふうな期待が大きいのかなというふうに思いますね。でとにかくUFC にね朝倉海選手が入ったらもう本当に見たい選手たくさんいるからですね。でもねそんなに何戦もできるわけじゃないと思いますんでね、いろいろとこうまだ発表されてない中なので妄想を膨らませていきたいなという感じですね。今回、ソン・ヤドン選手ととりあえずね、やってみるということで、朝倉海選手の方を自分がね操作しておりますので、なんというかね勝ちに行きたいなというふうに思います。ということで、じゃあそうですねやっていきましょう。まずはガンガン来ますねそうですね、オーバーハンドで来ますよね。ちょっととにかくこの圧力にまずはしっかり耐えていきましょうか。返すとこ返しながらですね、パンチでやっぱ来ますね。もうボクシングですね本当に。いいですね。ちょっとねしっかりとローキックも蹴っていきつつ、そうですね、そう意識をやっぱり散らしていかないとですね。これコツコツしたのが大事ですか近くなったらそうですね、フックアッパーも行きたいとこですね。ちょっと様子見て、いいですね。ミドル、強いね。今のなんかもう本当にソン・ヤドン選手の KO シーンで出たようなパンチですよね。UFC のハイライトなんかを見ると本当に、もう本当こんなパンチでね KO ガンガンしてますから、めちゃくちゃ強いですよ。パンチ力って意味ではねやっぱ朝倉海選手よりもありそうなか、わかんないですけどね、映像だけ見る限りは。どうなんですかね、本当海選手のパワーがどれぐらい通じるのかっていうのを見てみたいですし、多分体格的に言うとなんかヤドン選手の方がやっぱでかそうなんですよね。筋骨隆々ですからね。
だからやっぱり UFC でいうそのバンタム級っていうのはもうライジンのフェザー級みたいな感じなんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますよね。だからやっぱり適正的にはフライ級の方が、まあ、体作り次第だとは思うんですよね。おいし、そうナイスカウンターですね。いやバッチバチですねもう完全にボクシングですね。さあ距離を見合っていきたいところですか。そうですね、こっちはローキックしっかり狙っていきましょう。そう、オッケー、ナイス。そう、あのオーバーハンドにね合わせれるんですよね、うん、やっぱオーバーハンドガンガン狙ってくるんで、かわしてストレートでカウンターですね。そうですね、左に回って、そうこれですね。あー、でもちょっと、おーっと、これはやばい強烈。いやー、まずい、落ち着こう、一旦落ち着こう。そう、焦らずダメージ的にはまあ結構こっちも当ててるんで、うん、そうですね、いいですね。一回止めて OKOK。 いやダメージは結構当ててると思うんですね。ちょっとフラッシュダウンというかね、ありましたけど、どうですかね。うん、ダメージは間違いなくこっちが取ってると思うんですよね。そう、対戦者のパワーに驚いてるかもしれない。でもいい、面白いですね。やっぱこれだけガンガン来てくれると噛み合いますよね。とりあえず、まあ、ボディも狙い、うん、そうですね、距離やっぱ一定に保ちつつですね。ポツポツ当てるのが大事なんだね。 OK、 ナイス。今地味にカウンターしっかり決まりましたよ。あー、強いね。おお、すごい体勢で打ってきたなよしあー、ちょっと、あー、よくないよしオッケー、ナイス、いざ。あー、今のタイミングで膝打ちたかったな。うおー、ショートカウンター、強いね。ちょっと押し返したいところですね。ちょっとペースが良くないです。ああ、ナイスコンビネーション。よし、いいぞ。OK。ここだ。OK。おい。アッパー。完璧。OK、ナイスだ。完璧。勢い殺した。 OK、 前出てこれんぞ、これで。よしかわして、やっぱこれもう必殺技ですね。 OKOK、 いける。あー、ちょっと詰め切れんか。よし決めろ。左フック、よし、よし、おい、ちょっと立ち急いでもらうと思う。落ち着こう。あー、やばいな。危ない。意外とこうやって無理していくと良くない。よし。ここ。いける。よし、詰めろ。もう、いけ。オッケー。ナイス。
いや最後はやっぱ様子見たんですけどね、いやちょっと一回立たせて KO 狙おうかなと思ったんですけど、ちょっと怖かったですね。やっぱり一発何があるか分かんないっていう感じがあったんで、もうここは行きましたね飛び込んでいきましたね。ウォリアーゴーンド、よし、最後はもうあの前回のショーン・オーマリー戦的にパウンド KO でしたね。はい、ということで無事に何とか勝つことできました、まあ、でもいい試合でしたね。しっかりとまああのボクシングマッチというかもうキックボクシングでしたけどね、ほとんど。いやでもしっかり勝ちましたね。はい、ということで、今回ですね、ソン・ヤドン選手と朝倉海選手ということでやっていきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、引き続きですね、また、朝倉海選手と、まあ、見てみたい、UFC の選手ということでね、ちょっと今後もやっていこうかなというふうに思っております。まあ、企画的にはですね、まあ、しばらくやっていこうかなと思うんですけども、まあ、フライ級の選手もまあやるんですけど、やっぱりバンタム級の選手のが見たいなっていうふうに思ってしまうのはまあしょうがないですね。はい、であと、まあ、前回もちょっと話したんですけど、まあ、UFC、ね、この UFC5、まあ、定期的にキャラクターがアップロードされるわけなんですけど、平達夫選手来るんじゃないかなというふうに思ってます。もう UFC ランキングしっかり入りましたからね、そういったところも含めてね、朝倉海選手も来るかもしれませんということで楽しみですね。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。